見たことを記憶から消したくなる映画だ。すごい映画なんですね。俺も、はい、永遠のゼロ見て、記憶から消したくなったけどね。あれ本当に永遠のゼロになっちゃったの、ね、うん、消したくなった。記憶ゼロね。記憶ゼロ。いまだに日本っていうのは、特攻をやっぱりね、美談にするんだな。なんで特攻が美談なのかなってね。見たやろ、お前も。見ました。永遠のゼロ、お前。うん、どないやろ、お前。だからそのまあ、あれ見てお前涙ちょちょ切れましたとかなんかどっかで言うてたんちゃうのか。それは言ってませんよ。それは嘘つけよお前。なんかお前なんか焦ってきよったぞ。嘘ついたんだ。焦ってないです。焦ってきよった。弟分の代わりにさ兄貴分がさ変わったゲル映画や、ね、うん、ああそうですね。そんなんおったかよおい、はい、岡田准一さん、ね、なんで兄貴分が弟分のためにあれそんなやついたの。みんないないだろそんなの、うん、だって自分が一番死にたくない死にたくないっつって、うん、死ぬなよって言うてたやつよ。でそれがその弟分を助けたいためにで自分がその何そっちの戦闘機乗っていくんだよ、うん、特攻でね。なんで、ええ、奥さんを残してるから、うん、絶対に死にたくないって言われてるね、うん、そう言うてて、ね、言うてて言いまくってて挙句に最後行くんだよ。行きますね。そんなないわな、うん、で俺思ったわ。行かない人の話見てみたいよね、うん、本当だよ、ね、俺は絶対にこんな死に方しないって言い続けた人の。行かない行かない人は何人もいたのよ、うん、もうそれはもういじめられたり自殺に追い込まれたり、うん、あるいはもう逃亡寸前だったりね、うん、いろいろあったわけですわ。これいろんな証言ありますよこれは。でも大抵いかんなしょうがないっていうね、うん、空気をよくテレビやドキュメンタリーでは語るよね、うんうん、どうしても行かなきゃしょうがなかったんだと、うん、でもね本当に今松子言うみたいに行かなかった人もいるのよ、うん、拒否して、たくさんはやってないけど、でもそういう風な証言に基づく本当の話なら別だけど、うん、その弟分の代わりに自分が行ったとか、うん、俺もひっくり返ったよ、うん、ほんで俺寿に聞いたろうと思っててんや、こんなお前、うん、こんななんだムービー43もお前どうでもええよこんなものどうだったんだよ。だ特攻に対する深掘りみたいなのは薄いかもしれないですけど、ただ百田直樹っていうね、うん、そのベストセラーで、ね、百田直樹はどないしたんだね。だから原作がただそういうその方のってやつでね、うん、それだけのことです、ね、それでもみんなガタ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 言って姉ちゃんとか不助手が言って、うん、なんか泣いてるCM とか入れてるやん。入れてますよ。どこで泣けてんの。あれはね一個ね一つ泣くかあんなもの。いやこれ監督ね実はねこれ泣いてたんちゃうの自分も。いや僕は泣いてないですけど、これ一個問題があるんですよ。これなんかうるっと切れたんじゃん。なんで俺を泣かしたいんですか。泣いてないですけど一応。いやあの CM の手法ってどうなの。いやあれはね問題がちょっとねあるんですよ映画界的にね。一個ちょっと一個だけ言うとね、うん、最後CM で皆さんがねスタンディングオベーションするみたいなシーンがあるんですが、あれがちょっと誘導したなんて話もあるんですよね。司会の方がじゃあ皆さんと立ち上がってなんていう話がもう出ちゃってますね一般的にはね、うん、それいかがなものかと、うん、スタンディングオベーションっていうのは自発的に出るもんだろうなんて、それを何 CM でスタンディングオベーションって書いちゃってるんだ。司会の現場の完成披露で、はい、じゃあ今から、出演者の方が来られますんで皆さんお立ちくださいみたいなことを、そこの部分だけを使ったのか、ね、CM でそこは使われてますね、うん、でそれを司会者が言うおったいこと伏せて使ってる、うん、CM はねそんな長く使えない。あかんやないかそんなものは、まあ、あんまり良くないな。あかんやないかそんなもの、まあ、阪急ホテルの前偽造事件と変わらんぞお前、うん、ねえそこまで、ね、あかんやないかそんなものは、まあ、いやここで問題なんですよ。それはお前芝海老事件やと、それはお前なんかただのブラック大会やろお前、うん、あかんぞそんなものお前、偽物のスタンディングオベーションなんて。今監督から懐かしいこの種類がいっぱい出てきましたね。忘れたか忘れたか、ね、去年のもう確かに、あれ忘れちゃいけないんだよ。俺はもう未だに思ってんのよ、うん、はい、あれ忘れてるやろお前、うん、え、お前はほんまにとぼけた顔しやがって、ほんまに番組みたいな顔しやがって、ね、何ですか忘れてない、とぼけた顔なんだけど目は笑ってないんだよね。ラジオで、まあね、やめてよ、とぼけてるのにね。ほんまに偽造事件は俺もう今年あれ逮捕されて、あ、いい、ね、全然誰も逮捕せずにそのままでしょ。で結局日本でそうなんですよ。で結局特攻は美談のまま終わるんですよ。ほんで何姉ちゃんなんたらがみんな見に行って、はい、泣きましたと。でそれで安倍夫妻呼んで試写会とかなんやってるわけ。どないやねこの世の中おい。もうえ
いや、本当にもう、いや、今の流れで俺、どう熱持ってきゃいいんですか。いや、続きの話、監督で終わったらするよね。いや、するね、あれは。パーソナリティやったら、そうなんですよね。うんぬんかんぬん言うよね、ここで。俺の倍言うよね。俺は振ってんねんから。俺はトスポーンと上げてんの。うん、何も、言うて、先にやがんで。あらあらあら、お前の事情があるのかね、これ。次行けって指示したよ。いや、してないよ。困ると来るんですよ、結構。本当にどうかと思う。ムカつくね、ヤフーなんかね、あの、そういうね、なんか泣きました、感動しましたとかね、なんかそんなことしか、あの、並べてないんだけど、実はね。そういうのをこうね、やっぱり、あの、こう、いろいろこう、操作したりしてんだよね。そのスタンディングオベーションから始まる話だけどさ、そんな偽の、もう、流しちゃう。本当に流してんだったら、それは問題だよ、それは。わかんねえと思います。